トライアル5の B、リバースコース。リバースコース、フロート、久しぶり出てきた。ゴールディが、そこと、ここにもいるね、2人いて、上に、上は矢印がある。そっち行けないよね。ここはまだ行ける。矢印が置いてあるから、そこにはブロックを置けないんですよね。フロート。これってさ、着地させるってこと？これでいいの？こう来て、ここで、はい、じゃん。ですか？ちょっと違う気はするけど、ちょっと一回動かしてみるか。下に落ちるか、こっちまで来るかがわかんないね。この人らが、あ、届かないね。落ちていくな、俺。そしたらちょっと一回クリアして。だから、フロートは、着地ではなく、このブロックをだからここに置いたら、違うな。でも、もう一個右に落ちていってたでしょ。だから、こっちのブロック、をそっちに使ってこっちをクロスさせなあかんってことちょっとめんどくさいな。クロスさせるのをこの下の人数でやれと。上は無限脇だもんね。だからここで着地しちゃうわ。こっちで着地して、ここでしょ。こっから難しいな。ちょっと片っぽだけやってみますよ。こっちのブロックを奥にやるのは奥にやって、ここを着地でフロートを踏まして、ハイジャンプで置けばその先まで行けるのかどうかしかないよね。2ブロックだから。このクロスさせるのがすごいめんどくさいと思うんだ。こうして、こうしてちょっとゴールディにも使わせ、手伝わせて、ここまで押す。先に向こうまで押すか。ゴールディは言う感じで。こうしていった、ここをこう、こう戻す。ここに来たら変える。うん、まあいいわ、この辺は。これちょっと一回動かしてみます。どんどん落ちていく。これで押すでしょ。ここまた曲がってそう押す。ここあと2個押しておいた。そこに着地するフロート使う。ジャンプで向こうまで行って、向こうまで行って、合ってるならそれでいける。あ、オッケーオッケーオッケー。向こうまでは到達すると。いいアイテムにしよう。あとはだからゴールディを連れていくのプラス、このブロッククロスさせなあかんでしょ。フロートとハイジャンプはもうここで確定でしょ、多分。そのためのこの2つのセット。フロート、ハイジャンプ。で、あ、むずいな、これ。ちょっと待てよ。むずいぞ。線が、導線が絡まないように、2つのブロックを入れ替える。最後。これ草だよね。草ブロックだから、この上には置けないから。置いて、ここは横にずらすしかない。外側かな？外側の上か。これは、
確定。で最終的にここと、じゃあここはブロックないね。こっち側からから、ここはブロックがあるからここは通れないね。難しいな。こっちからちょっと扱ってみる。なら、ここを通してまずこうするでしょ。で、こうして2個押す、左、こっち、ここを押す、押していく、ここまで押す、こう来て、こう来て、こう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 、これで1個は OK。で、さっきどっちから入ってんだ、裏から入ってるから、こう来て、あ、めっちゃ大変これ。ゴールで手伝わせる。あ、真ん中に矢印1個あるから通れないぞ。これなんですよ。導線が絡むとできないから、このやり方は間違ってるんだ。こうする。いや、多分ね、こううまく端っこから全部使っていかないとルート導線が絡むんじゃない、やっぱり。押す、ここで押して、ここを最終的に、これが草ブロック、横が草ブロックだから、こっちからこっちに押さないといけないでしょ、最終的に。でここで止めないといけないから、ここは横向けにしないと置けないんですよね。だからその石の運搬には使えないブロックということは、真ん中2列で、石を押していかないといけないから、こう、こう、この下にブロックがあるんで置けないということは、ここや、こうして、え、危ない、もう絡んでるやん。もう絡んでるやん、あかんやん。え、この外回りルートは使えない、使えない。ああ、消去法。もうだからこっちのブロックはこういって、ここを押して、ああ、でも線絡むよね。こうか、こうしかないな。押す、押す、押す、そのルートしかない。こう、こういくでしょ、こういって、ここ通る、違う違う、こういって、こっちだ、こう通る、上に1、2コース、左に行く、こう回し、コース、ここまで行って、こう通って、こう押す、はい、ここまで来た、こっちだな多分。でこう行って、こう行って、こう行って、ゴールディ手伝わせる。ここ、これは消してなかっただけだね。2列目まで押して外側に、こっち来てるね。でずらす、こう来て、こう来て、ここ絡むよ。絡んでる、
ちょっと待って、ここも使うのか、すべてを。うわ、めっちゃむずいんじゃないこれ。こうする、こう来た、ここを知っていく、このルートを押せるね。だからここまで来た、いや、ここで絡むな。お、俺ここか。こうだ。で、ここ来た。このラインは使えない。ここ、こうやな。で、こうして、押す。ボールディ連れていけない。から、最後のだからブロックを押してゴールに行くルートを考えないといけないね。なんか隙間を生み出さないと。これで一回動かしてみるよ。待って。多分ブロック2個押すところまでは行ってくれる。ゴールディは1人は連れて行ってるよね。1個2個押す、戻る、こうして、ここのラインは大丈夫。曲がる、こう切って、1個2個押す、こうする、人が混ざる、混ざった、人が混ざった。まあまあまあいいわ、それは。ここまで行った。その合流するのがややこしかったから、これをセットしときます。一応、でも多分間違ってるんだよな、これで。最初がね、ちょっとゴールに近づく道が全部塞がれてるからゴールできないです。最終的にここからゴールにたどり着くには、最後こっちだからダメだね。多分反対だな、左からやった方がいいか。そしたら最後ここがゴールになるでしょ。ここか、ここがゴールになるから、そのままゴールって近いでしょ。だ、逆だな。またやり直し。こう、こう、こうだな。よし、たら、ここはこのままでいけるか。こうしてゴールディ。このルートはもう、変えられないよね。で、ここまで来た。こっちだね。この辺でもゴールディ。招集しよっか。押す、ここまで来るんですよ。で、今度こっち、
こっちか。あ、これでいけるんちゃう？光が見えた。おー、来た。ここまで押す。どうだ、これで。これでどうだ。よし、もういくぞ。もうこれでできんかったらちょっと大変やな。どこで見るのがいいですか、これ。これ真上から見とく。最初は落ちますよ、人。曲がる。あっ、あっ。違う。すいませんでした。はい、ミスってる。ここ、あーあここか。置けないんだった。そうだ、こうか。あ、違うわ。え、ちょっと待って、わからん。この辺使ってないんですよね。この辺使ってないんですよ。この辺もちょっと多少無駄に使ってる感じがするよね。これ、ここいらんやん、別に。こう来て、こうでいいよね。ということは、こっちもいい。ここがカットできる。こう来て、こうだね。このラインは重ならない。ここがね。これは合ってるか。おー、すごい。来て、こうして、こうして、こう、最後ここに帰ってきて、これは押せない。こうなんだよな。これでいいんだけど、これでいける？これいらない。こうか。え、これでいけんのかな。わかんなくなってきたぞ。やってみよう、とりあえず。はい、もうね、引くか。上から見た方がわかりやすい。はい、早送り。オール D 押す。引かれるな。まだ足りてないかな、なんか。なんか一気に難易度上がったんですけど。オッケー。こっちはいってるね。こう。あら、まない。お、いけそう、いけそう。オッケー、やった。むずい、これは。まあでも消去法で一個ずつ消していくしかないね、ほんとね。お、なんか難易度がさ、詰まると全然難しいな。はい、次は、あ、トライアルの6。10 out of 10。うん。何？ 10 人集めろってことね。え、スイッチは一気に解放するの？最初に動くのは、これでしかないね。ここにしか矢印ない。ここには、置けるけど。
この人らはどう動くの最初。ああ、矢印は消えちゃうね。この二人しか動かない。ベルトコンベアー、ゴールディー2体。え？どういうことこれ。天は、あ、10人連れて行けだと思うんだけどね、多分ね。この微妙に天、あ？え？え、ワープ？これもしかして。え？なんかワープせんの手間。ワープしてる。ワープなのこれ。説明あ、あるわ。わかりにくいな、ワープ。人々やプレイヤーがワープに入ると、うん、数字の書かれたゴールは指定された人数、うん、ということです。ベルトコンベアを使うか。このベルトコンベアに乗っちゃったら終わりだね。落ちるしかない。あら、ゴールは必然的にここ。こうかな。うん、いいよね。この人らだから合流したらってこと。だから多分まあこう行ってこの二人連れていくでしょ。で、ここでまずワープ入る。そしたら上に行くのかな。あ、ちょっと。こっちに出てくるとして。ん？このゴールディ連れていきたいんだけど。ワープを何回使うか。ワープに入ったらそのまま方向は維持されるのかな。ちょっとそれも見てみよう。で、合流したら一緒に動き出す。これこう来た、こう来た、こう入った向こうに出てくるんだね。 OK、 よし。最初はこれで合ってると思う。あ、違うな。ベルトコンベアにを使って乗す。多分このベルトコンベアも意味があるから、横向けに踏ました方がいいのか。こういうこともあるよね。で、向こう側から乗せたらゴールディの方に出てくる。こっちに落ちたらもう出れないでしょ。ゴールディの方出てきた。多分しちゃうわ。最終的に下からこっちに出してゴールだから逆算こうだね。で、こっちに出てきたゴールディはこっちに連れていくしかない。これ順番に連れていったらよくない。ちょっと違うな。ここの人連れて行った？連れてってないね。この人最後で行くか。こう来て多分こうだな。こうしてこうしてまっすぐ来てこの人連れて行った。これでいいんじゃないの？いいんじゃないの？やってみるよ。はい。上からこれでいい？ちょっとでも群衆をやっぱもっとわらわら出したいよね。なんか寂しいな、この人数制限あるの。連れていく。ゴールディも来る。こういうことね。なんだ、さっきのやつがめっちゃ難しかったんだけど。はい。上まで。
まあそんなに。はい、ランダムフォーム、うん、ステージ前にランダムに変化させる機能が使えるようになりました。ランダムにしとく？いいか。よし、はい、来ました。はい、トライアル7で、プラス1ですね。アンが7個しかない。オールディーが2人、ラワープ、ね、でこのブロックのを全部押せば無限脇から人が出てくると。で最終的にここ2つゴールだから、7個しかないんでしょ。いける？最初こっち。これ、2個重なってても押せたっけ？多分手数的にはこのブロックをここ落として、このブロックここ落とすでしょ。あ、はみ入っちゃった。で、この3つのうち2つをここに落とすっていう感じ。だよね、多分そんなこっちをこっちに持ってきてとかやる余裕はないよね。7回しか曲がれないし。これ2個重なってても押せるんだったっけ。ちょっとそれだけ確認しよう。これを押して、はい、これで、ああ、ちょっと待って、3つつながってんのそれ。ちょっと待って、いや、クリアしよう。それは考えてなかった。もう落とす場所はほぼ決まりやな。これ3つ固まってるから、このこっちに落とす、左下に落として、ワープが、そしたらこの3つのブロックを落としちゃうとワープは使えなくなるんでしょう。だからこれは最後に落とすんじゃないかな。ワープを多分駆使しないと解決できないようになってるんでしょう、多分。まあ、これはこっちよね、多分。で、こっちに落としたら真ん中のワープ入って、こっち左側に出てくる。うん。ゴールディがそこにいる。だから、ワープからこっち向きに出てきたら、こう来て、こう落とすっていうルートができるよね。ゴールディ連れていける。で、下に向きに出たら、ああ、これでつながるね。でこう行って、こう行って、こっち側に出てくる、こっち向きに出てくる。で、曲げるでしょう、例えばこれをここで曲げる。あと何個、2個しか使えへん。ここまで押す。で、上に上げる、落とす、埋まる、ゴール。あ、いける。1個。で、なんだ、最初はどこだ？ここだ。ここのワープに下から入る。このワープに下から入る。ここだ。OK。いけましたね。これ多分大丈夫。引いて。見ます、上から見よう。こんな感じ。ワープ入る。まあ逆に7個しかなかった方がシンプルに考えられるよね、問題よね。その省けるもんね、いろんなところ。横向きに出てくる。
いっぱい無限に使えるともっとややこしくごちゃごちゃした感じの解き方になってそう。押してこっちでゴールできる。で無限脇は出てくる。 OK、 いけました。で一応このステージはできた。66個、まだ半分いってないんだけど。うわうっちゃうちゃしてる。人々は新たな形を構成している。人に見えないんだけど、はい、眩しい。なぜ人々は形を変えていくのでしょう。人の形、あ、この形はここまで導かれた人間たちの意識を反映してるんだ。つまりは君の導きが彼らの形を変えているというわけさ。うん、そして僕は、あ、彼らに心を与えたいんだ。心？そう、心さ。でも見ての通り、この形って心というにはあまりに単純すぎるだろう。僕らのデータによると、心ってのはもっと複雑で曖昧な現象らしいんだよ。心が生まれるにはもっと刺激が必要なんだ。とにかく実験を進めていこう。ちょっと話はよくわかんないけどね。はい、次の実験は、あ、彼らにとって新たな刺激となるだろう。出てきた。刺激。何ですか、これは。コンペティション。目の前に新たな像が現れた。実験を葛藤。難しいね。はい、